こんばんは、インディービングです。今日は冷凍庫の中身を紹介していきたいと思います。ネギを買ってきたので、これもストック野菜に入れたいと思います。水気を切ってジップロックに追加します。ネギは安い時にまとめ買いしていて、今回は3本で120円でした。はい、こんな感じでいっぱいになりました。はい、じゃあ冷蔵庫の中身を紹介していきたいと思います。全体はこんな感じです。はい、狭いのでかなりごちゃごちゃしています。左の端っこに冷凍したご飯をこう積み上げて置いています。この隣はちっちゃく袋に入れたお肉たちです。ひき肉だったりバラだったりいろいろです。お肉は安い時に、安くなっている時に買いだめして小分けにしてすぐ冷凍しています。その隣には食パンを入れています。食パンはこだわりのメーカーとかは特になくて、値引きされているものを買ってきてそのまますぐに冷凍庫に入れる感じです。はい、冷凍の唐揚げです。唐揚げはこう夜中に急に食べたくなったりするんですけど、一人暮らしで揚げようとすると結構大変でたくさんできてしまうので、そういう時は冷凍のものを1個2個チンして食べるようにしています。この奥はアイスです。これは去年の夏の残りです。はい、あとは冷蔵の野菜たちです。今あるのはブロッコリー、キノコたち、小松菜、今日はささみです。あとはいちょう切りの大根、あと細く切った大根、あとはおばあちゃんにもらった漬物です。これで全てです。はい、元通りになりました。はい、というわけで短いんですけど冷凍庫の中身の紹介でした。入っているものは野菜とかはその時々で、安いものを買って冷凍しているので、いつもあるものっていうのはそんなに決まっていないんですけど、とりあえず今はこんな感じです。はい、ということで
今回はこんな感じで終わりたいと思います。見てくださってありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。